片岡春子は、宮城県仙台市出身のフリーアナウンサー。福島中央テレビの元アナウンサーで、福島 FM の開局同時に移籍した。その後、フリーアナウンサーとして、宮城県と東京都を中心に活動した。パンプアップフライデーの最終回でこの番組をもって、アナウンサーの仕事を引退することと、現在大学の心理学科で学んでおり、いずれは、 心理士師の職に就きたいことを発表した。2015年3月現在 J 医師だキャリアカウンセラー、日本産業カウンセラー協会産業カウンセラー、公益財団法人日本女性、学習財団女性キャリア支援士、日本心理学会認定心理士、日本心理療法士、協会コミュニケーション心理アドバイザー、多心理系資格を多数所有。東京都内の私立大学にて、 キャリアカウンセラーとして勤務。転職会社カスタマーサービス部キャリア形成支援、一般向けキャリア、産業カウンセリングに従事。ラジオ番組テレビ番組 VP&CM 他多数、ワンダー J、パンプアップフライデーほか、ありがとうございます。